凡人ですし、普通の人ですから、まあ、ひらめきやセンスがある人いいなと思うんですけれどもね。おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、羽生善治さんの名言で、ひらめきやセンスも大切ですが、苦しまないで努力を続けられるということが何より大事な才能だと思います、ということで、羽生善治さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。羽生善治さんは日本の将棋棋士、永世竜王、19世名人、永世王位、名誉王座、永世棋王、永世王将、永世棋聖の資格保持者、および名誉 NHK 杯選手権者の資格保持者、二上達也九段門下、国民栄誉賞受賞者ということでですね、羽生さんって国民栄誉賞受賞者だったんです。ああ、そうだったんですね。もうすごいですよね。まあもちろんもう将棋の世界ではね、素晴らしい方でですね。そんな将棋の世界ってひらめきやセンスかなと思うんですけれども、そうじゃなくてやっぱり将棋をこう指してね、いろんな手をね、こう読むとか、こうしたらこうするっていうことをね、すべてこう、やっぱり学んでいかないといけないんじゃないかなと、私も思ってまして。まあそこまで私も将棋が強いわけではないので、なんとも言えないんですけれども。まあ、それね、努力なのかどうかわからないですけれども、でも苦しまなくてね、そういったことを覚えていってたから、羽生さんは、ここまでのプロフィールが、書かれる方だと思いますし、私もね、苦しまないで努力することって結構大変なんですよね。何でもかんでもやっぱり初めてスタートした時ってやっぱり結構苦しんだりね。まあ、この継続をやっぱり努力をしないといけないと。私はあんまり努力という言葉は好きではないんですけども、継続をし続けないといけないということだと思うんですね。まあ、大切な才能っていうのは、本当に天才とかいるじゃないですか。私も天才でも何でもなくて凡人ですし、普通の人ですから、まあ、ひらめきやセンスがある人いいなと思うんですけれどもね、なこともなくて、やっぱり自分のね、こうやれることを継続できること、それが一番大事かなって思いますし、何でもそうなんですよね。プロの選手のお話を最近 YouTube で聞いてたりだとかすると、やっぱり、なんで自分がね、やっぱりプロになったら苦しまなきゃいけないのかっていうと、今までね、楽しんでた野球がですね、やっぱりお金稼ぎになるとやっぱ苦しくなるとおっしゃってたりね、するんですよね。なるほどと。そういやそうかもしれないですね。本当に苦しんでもしょうがないんですよね。だからそこのね、苦しい中じゃないですけども、自分がやっぱりこう継続してできる、イチロー選手でもそうですよね、トレーニングきちんとやられてる方もそうでなんですけども、やっぱり毎日のルーティンがきちんとできてるからこそ、自分のパフォーマンスが発揮できるということだと思いますし、羽生さんもそうだと思います。ひらめきやセンスに頼らずですね、やっぱり日々のね、そういった、こうすればこうすると。相手がこう来たら、こうするんだという考え方がですね、大事かなって思いますし、これは、何の世界でもそうだと思うんですよね。まあ、いろんな世界であるんですけども、例えばね、まあ、政治の世界なんかもそうなんですよね。右や左やとか、なんか保守とか、革新とか、いうお話があるんですけれども、なんでね、自分が言ってることがこうトンチンカンなのかなっていうことはまず頭で考えられないと、辻ってうまくいかないと思うんですよ。まあいろんなことがありましたけれども、このね7月、まず自分の頭で考えてね、自分で情報を取ってきて、自分でこうどうするのかと、
いうことが大事かなって常に思いますし、そういったことをね、最近は欠けてるんじゃないかなって、人としていろんな人が欠けてるんじゃないかなって思う時があるんです。だからこそ自分もね、こういった苦しまないで努力を続けられるという言葉、自分にも言い聞かせてね、どんどんこうやっていきたいなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。